皆さんこんばんんこばはは今日日どんな一日でしたか私はですね今日は朝から夕方までずーっと座って打ち合わせでしたえー、代表質問含めてですね定例会始まりますので、まあ、その意見交換含めてですね、えー、打ち合わせずっと続いてましたえー、今日思ったことはですねやっぱり。 お昼って大切なんだなって思いましたやっぱり会議や仕事をずっとしてると楽しみってランチしかないっていうことがあるんですよねまあ夕方はまた一個もありましたけどでもそういうもんなんだなって今日つくつく感じた一日でもありました 今日はですね、お昼、迷ったあげく、えー、セコマの海り弁を食べましたけども、<laughs> そんなことをですね、感じた一知識もありました。えー、それとですね、今日は、えー、いろいろと意見交換をして、持っていることはですね、やっぱり、都心と、地方の格差、 この感覚ってどういうふうに埋め、こう埋めればいいのかなっていうのがすごい感じた一日でもありましたね。まあ、今回ですね、私も一般質問をさせていただくことになったんで、まあ、そのあたりでですね、追記をしたいというふうに思っています。それでは、皆さん、また明日も頑張りますよ。えー、皆さんにとっても明日もいい一日でありますよ。 thank you